はい、どうも、浮士です。本日もご視聴いただきありがとうございます。先日、兄がね、購入したスズキ SV650X、このバイクについてですね、少しカスタムをするということで、その様子を今回撮影をしてまいりました。今回ね、カスタムする仕様というのが、フェンダーレス、それからのバーエンドミラーにね、変えるということで、コフェレーサーとしてはすごく一般的なカスタムなのかなというふうに思いますけれども、今回は、そのね、作業工程であったりとか、あと、ビフォーアフターですね、見た目がどんな風に変わったのかっていうのを、よかったら見ていただければと思います。これはなんか謎の工具やろ。謎の工具、これ何バルカ、あっちはスピード、スピードか、スピード配線回、配線変えてねえよレギュレーター変えただけですよね。その時になんか配線がポイント、あ、フューズが飛んだとか、フューズは一緒か、すいません、引っ張りとった、ごめん、あ、そっちにちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、それではこれ、あれかな、ちょっと外れたら俺、こっちでナンバー取っときますんで、いや、ナンバーはそのまま捨てようかな、やめてくださいよ、ナンバーです、ナンバーです、なんかかっこいい、本気仕様、ああいうの人もやっぱ本気感あっていいんやけどな、言われるよな、あ、なるほどね、なるほどね、こういう一体感ね、これどうやって外すの、やっぱこっち側に取らんのやろな、簡単に抜くんやろな、お、これでタープ全部一気に抜くから、そうやね、丸ごともう、でもエリトナやけん大丈夫やろ、いや、どうやろ、ヘッドライトの弾が気に入る、どうやろ、これで、じゃあ、これごと溜まって、そうね、おー、かっこいい、これだけでいいよな、これで行きたいよメーカー忘れた、でもめっちゃ有名なとこのやつ、タナックスの、ミラーといえば、そう、タナックスのナポレオンミラー、バーエンドミラー、レイトナーさんのフェンダーレスキット、今回はこの2点、フェンダーレスとバーエンドミラーへの交換、セパハンの基本ですね。じゃあ純正のランプを、リフレクターはついてます、こっちの、チョビが、ただちょっとデザイン的にどうかちょっと相談したいとこですね、これね、そうですね、なるほど、ライトステー、こうやってライトがつく、あ、で、それに、ナンバーステーがくっつく、これにこう、ナンバーステーがこうつく、ナンバーステーって、それはリフレクターステーか、どっちかというと、そうやな、で、これ全体が、それがハウジングっていうか、もうここにこう乗る感じ、なるほどね、いいじゃない。で、ここにウインカーがポケッチ。ああ、いい。それでもう、で、今度これにすると、このウインカーでかいよねってなってくるよね。それさん、はい、なんでウインカー買わんかったんですか？ウインカー注文箱に入ってるんですけど、その例のリレー関係を今日ちょっとチェケ出しておかなって言ったらなって。IC リレーね。ね、ここまでバラしたら、今ここでウインカー変えるべきだな。そう、もう一緒にやりたいよね。うん。どっか売ってね。嘘やろそう、なんか浮きランドだね、これは邪魔ない、そうです、これなんか面識違いとかあり得る、 OK、 しかもなんか結構しっかりしてる、光目やね、うん、よかったよ、一瞬の今俺こいつ どうやって切ろうかな切るためにどう加工しようかなっていうのも一生懸命考えて、いやいやいや、そんな難しいことさせんやろそれやったらそもそもこんなんも買わんほうがいいです、鉄を切れる設備があるところにお願いしますただウィンカーは
ょっと後で見てほしいんやけどさ、一番かっこいいウインカー見つけたんやけど、うん、1個1万4000円くらいするんよ。1個1個1万7000円か。高い。左右セットじゃなくて、いや1個1個、うん、えぐいな値段。マジ、いやめっちゃいいやんと思ったよ俺。あ、これだと思って、もうパチッと押して、うわ1万7000円、うわ1万4000円か、後ろと前で2万いくらかとか思ってよく見たら1個って書いてある。あ、そっか、ってことは4つか、そっか4つカウントありってことやろ。あ、そっかそっか、4つか。ミラーがタップでよかったな。右側だけついておけばね、怒られなかったね。あ、今もうあれなんですか、今両方のミラーないと犯罪、犯罪っていうか、もう道路交通法違反、交通法違反。いや、なんか原チャリとか買ったらまず左ミラー取れみたいな感じやったな。とりあえずは取るよな、うん、使ってるやつ見たことねえ、取ってない、ね、逆に両方ついちゃうシビみたいな大人やなみたいな、うん、純正仕様やもう今法律変わりまして、ミラーが両方に必ず、だったら2個セットやろっていう話。うん、ああ、で、1個いい、1個どうすぎない、箱が1個すもんね、うん、下なんか下につけたりとかするか、足したりしてる。いや、なんかこう安物なんかカラーンって音がするけど、あ、こうちゃんとしたやつはこうなんかこう、ほら、え、マジ料理人が包丁置くときの音でしょ。あ、先に入れた関東一見買ったやん、足組みますと、ちょっと、よし、ちょっとコーヒーでも買ってこようかな。面倒くさくなってきたよ。いい音ね。吸い込んで。すごいね、ちゃんとつくようになってんだね。やっぱそれ専用っていう風に作られてるもんですね。うん、みんなそんなフェンダーレスっていうのがかっこいいって感じになるんだ。いや、どっちかというとな、フェンダーレスがかっこいいんじゃなくて、はい、純正フェンダーがダセい。あ、そういうことなんですね。フェンダー自体がダサい、うん、せっかくこうお尻がスッキリしてるのに、ここにガチャッチ、うん、あ、そういうことですね。あるよりはちょっとスッキリめに見せれるやつをする方が俺は好きだな、まあ、バイク好きの人はやっぱそう見えるんですね、うん、やっぱね、そのどうしてもさ、こうカタログとかあるやん、はいはいはい、カタログとかに載っとるやつはフェンダーがない。カタログフェンダーないんですか。ないやつが多い。じゃあ それはなんか、こういうフォルムでももともと売りよって。あー、なるほど。もう仕方ねえ、補機類が実は兼保安部品のためにつけますよ、につけてますよっていう。そう。あー、なるほどな。あ、じゃあそもそもまあなくて、ない方が見た目はかっこいいですよっていう。デザイナーたちはなしで作って、その国の基準に合わせるためにつけましょうかみたいな。なるほど。こうつないでくれれば完成です。とりあえずはこれで、ここまで、あとはこれでそのまま取り付けて、あ、後ろがこうすっきりしていくんですね。うん、これをつけるにあたり、これめんどくさいことを先頭悪いんだな。なんでこういうことするのかな。ちょっとめんどくさくなってきたな、うん、パズルみたいな。1個だけもうマイク選んでったらセロを選んで、もうなんかああいうの乗りやすすぎるらしいですね。やってみて、いや、ここ気持ち悪いなってなったら考えスバルブルーと言われる深い、まあ、レガシーというか、あのあれで、あのブルーじゃないんだよ、あのちょっとくすんだやつよ、最近深い方ですか。あ、はい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 、あっち系のちょっとこう
色にもしたいななんて。でもな、鈴木やけんな。鈴木は鈴木でブルーがあるけんな。ああ、確かに鈴木ブルーはちょっとダメやわ。違う。違う。ここにもね、Eマークがある。これがないウインカーは車検通らん。それダメやん、この辺は。あ、そう、ダメなの。車検ねえけん、そいつら。こいつ車検。なるほど。車検ねえけん、関係ねえ。でもそれ大問題やな。これ普通の車も一緒ない。ってことはやっぱじゃあその社外品のウインカーつけるってことはもう車検の時は一回変えられる。いやでもその社外品でもEマークがちゃんとついちゃう。適合してますよのやつやったら大丈夫。でもなんか今めっちゃちっちゃったんや。めっちゃちっちゃいのある。どっかにある。なあれも裏側に入っちゃったりとかする。一体型のやつは根元に入っちゃったりとか。そんな感じ。なるほどね。その別にそこにクリアにある必要はない。そう。ナンバーってどこについてたんですかね。ここに。なるほど。だからここのこのね、その出たこのそこがなくなってすっきりとかっこよくなっているから見てもなんかこうビヨンって。ここがね全然違う。なるほど。ただなんかウインカーでかくねってなるよな。うん。確かに違う、やっぱり内側。うん、背伸びした感じ。おじさんがつけちゃうといいけど、やっぱ若者がつけるんですよね。ですね。侵略みたいな。なるほど、なるほど。もうやばいやろ、だってこれのたらさ、カフェレーサーのマジカフェレーサー、これちっちゃいビキニカーつけるの。ほんともうな、100万円ぐらい誰かくれんかな。もうお金のこと考えたくねえ。パークリン？これ作りなの。それはそんな素手だよな。そう。でこれ中で乾くけ。乾いたら簡単だ。かっこいいね。かっこいいけどこれほぼ後ろ見えんのよねっていう話だな。ちょっとこの辺に見て。全く見えんもん。これでも変えれるのは変えれるっすね。ドライバー1本。うん。ホンダ車両があったらもう秒で変える。はい、秒殺や。よいしょ。起こしてもらって、ここで。ここからこの辺の範囲。この絵は。このカフェレーサースタイルのバイクに乗ってる人は、うん、カフェとストリート系はやるやろ。あ、入ってねくね。なんか出っ張っちゃうな。出っ張りがね、違う。はい、ということで、カスタムが、完成しましたというところですね。今回は、バーエンドミラーと、フェンダーレスのね、カスタムということで、今回作業工程と、ダラダラとやってる様子を撮っておりました。僕はマイク自体はですね、そこまで詳しいわけではないんですけれども、非常にこうデザインとしてもかっこよくなったんじゃないかなと思います。今後もね、この SV650X また出てくると思いますんでね、今後ともよろしくお願いします。こちらね、ビフォーアフター出てますけれども、またぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。